みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はですね、今回は最近ダイソーとセリアで買ってきたね、購入品を今回は紹介していきたいなと思います。で、まあ、そうですね、最近ダイソーとセリア、100均に全然行ってなくて、久しぶりに行って買ってきたものをね、ちょっと紹介します。で、まずダイソーから紹介していきますね。まずダイソーで買ったのがこちらの滑り止めハンガーを3つ買いました。このスカートのさ、こういうハンガーがちょっとね、もう100均のこれが優秀すぎて、もうずっと愛用してるんですけど、ずっと前からもうこれがいいです。本当に全然滑らないし、あともつきにくいし、すごい好きなので、ちょっとね足しに買ってきました。使いたいと思います。次にね、こちらのジェルネイルのシールを2枚買ってきました。あ、逆だった。こちら、私シール使ったことがなくて、すごい簡単って聞いたので、ちょっと使ってみようかなと思って買ってきました。で、ピンクとキラキラ、金色のキラキラですね、使ってみます。で、ダイソーは最後になるんですけど、こちらのあのアイブロウパウダー、これあのアイブロウだけじゃなくて涙袋の線を描いてるんです、みんなこれで。で、いいなと思って買ってきました。涙袋描いてみたいと思います。今度みんな描いてるよね今、うん、これで、これでね、ケイトのやつに似てるんだよね。ケイトとか、あ、似てるよね。あと何、ビゼ、ビゼだ、似てるよね、うん、私は使ったことないけど、あ、そうね、ママ持ってんだけど、ママ持ってるよね、ケイト持ってますね。よくドンキとか行くと見る、そうそう、あれね、人気だよね、ケイトのやつね。私使ったことない。でもその100均のも似てて、すごい優秀って、ね、すごい優秀って言われてるよね、これなんだっけ、何のシリーズだっけ、ユーアーグラム、そうそう、ユーアーグラム、ダイソーのユーアーグラムさ、でノーズシャドウにもなるみたいな、そうね、万能ですね。100円だからね。そうなの、100円なのこれ、はい、すごい万能らしい。次はセリアで買ってきたものを紹介します。セリアではね、収納グッズとか中心に買ってきました。まずこの四角い箱ですね、まあ、収納グッズと、こちらの仕切りがいっぱいついてる16個の仕切りがあるケース2個と、この大きさのケース2個を買ってきました。で、このケースたちはメイクワゴンがそこにあって、そのメイクワゴンを片付けようと思って買ってきました。最近ね、すごい汚れてるっていうか、ちょっと汚いんですよね。ちょっと片付けたいなと思って買ってきました。これでちょっと片付けたいと思います。で、次にこのカードスタンド、 T 字のカードスタンド買ってきました。これはただ単にあのここに飾るためですよね。皆さんのお分かり通り、本棚とかに飾ろうと思って買ってきました。カードを、カードを、うん、ポストカードみたいな、そう、ポストカードを、うん、ああなるほどね、入れて、はい、ちょっと飾ろうかなと。で、これがよかったらまた何個か買ってきて、うん、同じように飾れたらなと。とりあえず試しに1個買ってきました。はい、次に、あ、これもまたそういう系なんですけど、あのファイルのリフィルを買ってきました。あの最近リフィルが全然なくて、すごい重ねて入れてたんですよ、ずっと。もうそれもそれできつくてパンパンだから、ちょっとリフィルをね買ってきました。最近ほんとポストカードとかよく買ってて、そうなんですよ、いっぱい溜まってたので、ちょっとリフィルを買ってまた整理したいなと思います。ヒロアカですか？こっちはヒロアカで、こっちはね、漫画の特典とか、 あの劇場版、うん、ソードアートとかの、あのポストカードがあるんですよ、うん、それをもうリフィルがなくてずっと重ねて入れてたから、ちょっとねファイリングしたいなと思います。で、あとはこの強力な付箋、これを100均で買いました。
付箋があともうちょっとしかないので買ってきました。で、あとこれすごい可愛くてメッセージカード、これヨーグルトのメッセージカードで映ってるかな、こんな感じのね。なんか蓋縛るんじゃない、ちょっと開けてみようか。で1枚出してみようか。なんか蓋縛るって書いてある、うん、かわいさバイト。よし、そこに書いてだね。こんな感じの紙になってて結構しっかりしてんじゃない。うん、そうなので、ここのね、なんていうの、線がついてるところにメッセージを書いて、ここで折って蓋をするとヨーグルトになるっていう超かわいい品になっております。で、ちゃんと蓋ができて、蓋できんの。そうそう、こんな感じで。本当だ、いいじゃん、すごいかわいい。ちゃんとね、バーコードとかカロリーとかじゃないのあってすごいかわいい商品になってます。かわいいですね。いいですね。これね、100円なので、皆さん、あといちごとかもあったので、いちごヨーグルトぜひ買ってみてください。はい、ということで今回はね、まあダイソーとセリアで買ってきた、まあ、100均ですね、で買ってきたものを紹介してみました。それで多分この者たちの行方は多分後々わかると思うので楽しみに待っててください。ということで、それではバイバーイ。